次に吉住英雄君。委員長。吉住英雄君。社民党の吉住英雄です。震災から今日まで多くの震災関連法案が成立をいたしました。そして被災地にとっては、事業主にとっては、大変待ちに待ったこの二重ローン救済のこの法案、まさに各三党中心のしながら修正案ができて、そして今審議がなされた、このことについては本当に敬意を表させていただきます。私たち議員として一日も早く震災復興復旧に向けて、それぞれの課題障壁を一つ一つ取り除く、このことが私たちの任務であるんだろうというふうにも思っております。そうした中で7月に出された中小企業の白書、これによりますと、ものすごい事業、さらには企業が震災に大きな影響が出ている、このことが如実に出されております。数字的には省かせていただきますけれども、そしてこの白紙の中で、この現状を踏まえながらも頑張って、そして現状の中で再建に向けて、事業を再開に向けた企業の例も報告をなされております。そうした中で8ヶ月今経過をした中で、この被災のあった事業所、さらには企業、このことが今どのぐらいまで復旧に向けて、さらには事業再開に向けてなされているのか、この現状についてまずお伺いさせていただきます。松下忠宏経済産業副大臣。お答え申し上げます。大変厳しい状況の中でみんな必死に頑張っておられます。これは委員のおっしゃる通りでございまして、6月それから8月の末と2回調査いたしました。それからまたこの第3次補正が成立いたしましたので、それを受けて受けますけれども、今回そのもう一度調査をしたいということでございます。現在ですね、商工会議所や商工会に現状をお伺いしておりますけれども、8月末から9月上旬の数字でございますけれども、宮城県の商工会関係では約8割、それから岩手県の宮古商工会議所、それから大船渡商工会議所でございますけれども、宮古の方が約8割、大船渡の方が約7割、これがとにかく再開の目処を立てて頑張っているということでございます。福島県の方が警戒区域や警戒的避難区域の商工会でございますけれども、県内外の避難先での営業再開も含めまして約3割と、大変苦しい状況になっておりまして、私たちも現状をしっかり把握しながら、激励しながら、とにかく中小企業の声をしっかり受けてやっていきたいと、こういうふうに努力しております。吉住英雄君。はい、今の数字、お聞きをしたわけでございますけれども、これは小規模事業者という捉え方でいいですか。中小企業の数というものはどういう状況ですか。松下副大臣。圧倒的に 99.9%、 あるいは 100% 中小企業、非常に小規模の事業者でございまして、約4万社を把握しております。そして6月時点から比べまして、約2割ほどがまた頑張ってこの数ヶ月再開にこぎつけて、先ほどの約8割約7割という数字になっております。福島は約3割ということで、まだこれから頑張らなきゃいかんということでございます。吉住英雄君。はい、分かりました。4万社、それには事業所というふうな数なんだろうというふうに思いますけれども、その中で、8割がそれぞれ事業再開をしているという
まあ、受け止め方をいたします。そうするとこの、まあ、事業主の方々がこれからこの法案が成立をした場合にこの二重ローンのこの救済この部分の対象になるというふうな捉え方しても結構ですか。平野達夫国務大臣。本法案の第一条では支援の対象者を過大な債務を負っている事業者であって被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものというふうにされております。ご指摘のように事業を再開している事業者も事業の再生を図ろうとするものから除外されるものではないというふうに考えられております。まあ、いずれにせよ法案成立後は政府としては本法案の趣旨にのっとり被災事業者の再生支援に向けて、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。吉住秀夫君。はい、ありがとうございました。で、今それぞれ被災地のところで頑張っているわけでございますけれども、その時に国税庁から出された路線価格のこの調整率、このことがすごく自分にとっては大変こうショックな数字が出されたなというふうに思いました。確かに相続税なり贈与税そういうものから見れば、その被災者の方から見ればその軽減にはなるわけでございますけれども、まさに8割も土地の価格が下がった、こういう状況から見るとこの被災者から見ると事業の再建をしていく、そういう部分についても非常にこの大きな影響があるんじゃないか、こういうふうに認識もしております。そしてまた借り入れ金のその担保っていうものは多くはやはり土地なんだろうというふうにも思っております。その土地がこれだけ下落をする、こういう状況についてすごく自分としてはショックを覚えたわけでございます。今回阪神淡路に次いで2回目のこの国税庁からの発表ではございますけれども、非常に今後被災地において非常にこれ大きな影響が出てくるんじゃないか、こういうふうに自分自身認識をしているわけでございますけれども、この点についてどういう感想を持っているのかお伺いいたします。平野達夫国務大臣。先日国税庁が公表しました震災特例法、これは相続税贈与税における土地等の評価にかかる調整率でございますけれども、これは納税者の申告の便宜及び課税の公平等の観点から被災地における土地等の価格を震災の発生直後の価格として価格として査定するために用いられるものでありまして、震災後の社会インフラ等の復旧あるいは地域経済の回復等の状況は加味されていません、加味されていないことから、仮に現時点で土地の評価を行った場合の価格とは異なる可能性があるものと考えております。ですから一日もまず早い復旧をするということで、それが当該土地価格に反映されるようなそういう状況を作ることが大事ではないかというふうに考えております。吉住秀夫君。今の大臣の答弁でございますけれども、そのことを満額受け止めてもですね、これからこの法案が成立をし、そして業務の範囲、このところの参考にはこの債権の担保の目的となっているこの財産、こういう部分のこの買い取りの問題なり、それが出てくるわけですね。で、その時にこの評価、これをやっぱりどうしていくのか、こういう課題があるわけです。ですからそういう8割も下落をしている路線価格が、そういう面から言えば非常に大きな、再建をしていくために妨げになる、そういう部分に私はつながらないのか、こういうふうに思うんです。ですからその辺に対して大臣はこの
問題についてどういうふうに捉えて、そしてどう対応していこうとするのか、お伺いさせていただきます。平野大臣。土地の買取価格をどのように設定するかということについては、今日もさまざまな議論がございました。これからの価格の設定につきましては、不動産鑑定士等との鑑定等々も踏まえながら、その価格の設定はやっていくというふうに考えておりますけれども、先ほど申しましたように、少なくとも国税庁の調整率、考え方には、将来の復興とかですね、インフラの復旧等々については加味されてないというふうに理解しておりますので、それがそのままその買取価格、不動産価格になるというふうには考えておりません。繰り返して恐縮でございますけれども、大事なことは、その復旧の目処をつけるということで、それがまた土地価格に、反映させるような仕組みというのは言い過ぎかもしれませんが、も結果としてそういうふうになっていくような形になることを期待したいというふうに思っています。吉住秀夫君。はい、そうであれば一番いいわけでございますけれども、しかしなかなか市場はそううまくいくというふうには限らないというふうに思っています。でその中で、阪神淡路の時に、最大限、数字的にはそんなに下がらなかったというふうにもお聞きをしているわけでございますけれども、その時のところについてはまさにバブル、こういう部分もあって、それには土地の需要なんかも大きかった、こういうふうに受け止めております。しかし今回のところについてはまさに津波等々を含めながら農地も多いわけでございます。そんな面の中ではやはり今のこの路線価格を出された段階において、私はこの支援の基準等の問題については、やはり政府としてきちっとした見解を私は出して、そしていくべきではないか、こういうふうに思うんです。で、そのことについて、この出された中においての、今言うように、路線価格が今の国税庁が出されたその数字が直結するものではないというふうな捉え方とするならば、その対応について一つもう少し突っ込んだ答弁をお願いしたいんですけど。平野国務大臣。いずれ土地の価格、買取価格をどのように設定するかということについては、いわゆるその制度全体の根幹に関わる話だというふうに思っております。基本的には不動産鑑定士等との評価を踏まえた適正な時価ということになると思いますが、その時価をどのように設定するかということについては、先ほど言いましたように、その様々なその復興の状況をこれまでどのように予想するかとかですね、様々な要素が加わってくるんだろうというふうに思います。で、ちなみに今委員の方ご指摘から、阪神淡路等々の例がと、様々違うというご指摘もございましたけれども、その一方で今回の措置については、奥尻島の例、あるいは阪神淡路の例を踏まえましてですね、かなりそれとは違う制度も多々用意させていただいたつもりであります。復興特区制度、それは復興交付金の制度で、復興交付金の制度もそうであります。それからあと仮設店舗等々については当時はこういう制度ございませんでした。さらにこれは経産省の中小企業庁がやっておりますけれども、事業の、そういわゆるグループ化した企業に対しては、その復興そのものに対して、補助を出すという、これももう従来の制度にない全く新しい制度でありまして、そういった形から、その、被災した企業が、あるいは事業者が、再度立ち直れるような状況についての様々な環境づくりというのは、一応、今回の三次補正でも漏らせていただいたつもりでございます。吉住秀夫君。はい、どうもありがとうございました。ぜひそれぞれ、企業から言わせれば1億も投資をして、そして土地を求めて、そして事業を再開をしながら今やってると、しかしそれが全てご破産になってしまって、そしてその土地がもう全くと言っていいほど3割も4割もしかなくなったと、7割も下がった、こういうような状況があったときに一番困るのが、それぞれ再建しようと思っても
なかなか気持ちが寒むと。